マネージャーのレッツパープルプリやっていきます。今回はきっと見つかる逃走で使えるキャラクター25選ということで皆さんにご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで皆さん逃走強化やってますか？まあめちゃくちゃ強いっすね。もう UG ランク以上ね、もうかなりの方が連発されるというところで、まあ、UF ランクもね、数名の方ですがもうすでに出ているようなので、まあ、そこを目指してみんな頑張っていくのかななんていうふうに思ってます。そんな中で、まあ、デッキ組むときにこういうキャラクターの代用がとか聞かれたりするので毎回まとめているものです。今回は、彼女そして選手合わせて、ね、25人紹介するのできっと皆さんの手持ちにもいるし、まあ、万一いなければその似通ったキャラクターとかあとは僕が解説していくような性能を持っているものを入れていけばいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。ということでですね、まずは、まあみんな使っているであろう、テンプレに入ってくるようなキャラクターたちを並べてます。これは25人の中から、別というところですね。ケヒャール、キリル、サータリ、そして、まあタダスの枠は彼女っていう大枠で今入れさせていただいてます。で、やはりこの前のデビューガチャ2人、ケヒャール、タックボーナス練習効果30のスペシャルタック90の固有でもスペシャルタックが入っていて 110% ですね。練習効果ついて技術ボーナスついてという形なので、まあ、肩打撃練習に逃走ではなるってこともあってめちゃくちゃ強いですね。ちょっと金徳の査定値は、まあ、もう少し欲しいなっていうのはあるんですけど、まあ、ミートの上限もしっかり6伸ばせるので、まあ、そういう意味でも使っていきやすいキャラクターになってるかなっていうふうに思ってます。イベントも癖なくていいかなっていうところですね。そして、ここはもう 100% みんな使ってるっていう感じでしょう。キリル、もしくは通常版、どっちかっていう感じです。で、この鬼版は、鬼版、鬼神版って言えばいいのかな。練習効果30の精神と筋力ボーナスですね。前回は技術と筋力だったんで、まあ、そこが違いますよと。いう感じと、あと初強化がね、90までアップしたっていうのがめちゃくちゃでかくて、すぐタックできるようになって、こう全体のポイントをばらまきに寄与してくれるので、まあ相当強いです。まあ普通にテンプレ級で間違いないと思います。そして、サータリですね。で、サータリに関しては、ここの固有キャラっていうところと、やはり筋力の練習改革、これがめちゃくちゃポイントの増大につながるので、まあみんな入れてるって感じでしょう。スペシャルタック160、精神と敏捷ボーナー、そしてバンドパワードリンクもね、嬉しいところかなっていう感じです。地味にね、パワーと守備上限も4ずつつくので、まあこういったところでもサータリ強いなって感じです。僕もね、サーバーカーサータリ50なんで、ちょっとね、これラッキーと思って、まあこの辺を使ってやっていこうかなっていうふうに思ってます。まだね、ちょっとまともに1回もやれてないので、サーバーカーの方は、ちょっとそっちもやっていきたいかなって感じです。で、彼女キャラクターですね。今のところ、まあ、ただすでもいいし、あとは自動デート彼女ですね。まあ、後でまとめますけど、その辺で使っていけばいいのかなっていう感じです。ただすはね、本当に一番手になりうるキャラクターなので、まあ、ちょっと金徳がね、エピ分ぐらいしか取れないと思うので、まあ、その辺がっていうのはあると思うんですけど、ただそれを差し置いても、普通に性能的にはでかいっていう感じですかね。はい。で、ここから、まずは、新アンダ製造機部門ですね。この5キャラを選出しときました。で、最も、まあ、合ってるなっていうのは、やはり富岡義勇、ここかなっていうふうに思ってます。で、富岡義勇に関しては、ボーナステーブル、やる気150のスペシャルタック 100%、で、固有でもスペシャルタック入っていて、敏捷ボーナスもあるので、これで、まあ、義勇だけで、だいたい敏捷は稼ぎきれるようになります。打撃練習もね、かなりタック強いし、ミートと守備上限、そして、アンダ製造機と明鏡指数両方確定なので、まあ、非常に使いやすいです。前部っていうのも、ポイント高いかなっていうふうに思ってます。まあ、義勇に関しては持ってる方少ないかなっていう方のキャラクターなので、まあ、他のキャラクターもね、解説していきますので、その辺でこう拾っていっていただければいいかなって感じです。で、次にショート専門になりますが、ピンクですね。で、ピンクに関しては、やはり思考のショート、まあ、一緒に取れるっていうところもあって、まあ、かなり強いです、ショート育成では。まあ、そこと、あとは練習効果30、スペシャルタック 60%、特練習率アップ、敏捷と試合経験点の固有っていう感じですね。肩と補給上限あって、打撃走塁というところで、まあ、タックボーナス自体はね、最近のキャラクターに比べると、やはりどうしても、1段、2段落ちてしまうところはあるんですけど、それを差し置いても、査定値のところでカバーしていけるっていうところでね、あとは選手ランクもそこそこ高いので、まあ、タイプしにくいのもいいとこかなって感じです。そして、みんな昔使っていた逃走強化で、まあ、ジャスミンのちーちゃんですね。
じゃあ、ジャスピンのちいちゃんは、練習効果が30じゃない、こっちですね。20%。まず、ここでついていて、さらにね、自分のテーブルでも30ついて、合計 50% つくというわけわかんないテーブルになってます。まあ、本当にその、練習効果をうまく活かしていくようなデッキにするんであれば、入れといていいかなっていうところと。あとは、技術ボーナスが、精神ボーナスとともに、この、潜在能力とともにあるので、まあ、経験点のバランスが非常に取りやすいキャラクターになってます。アンダ製造機と高級筆談ですね。で、アンダ製造機の方は不確定ではあるんですけど、ミートを上げときは大体成功します。本当に外しても10回に1回ぐらい。まあ、ミートが上げきってない時に走られたら残念という感じでね、使っていけばいいかな。最悪挑発とかを取る形のデッキでも普通に運用はできると思います。そして、モノシゲですね。まあ、ここで活躍できるキャラクターかなって思ってます。まあ、打撃とあとは変化球筋力になるんで、まあ、そこも強いですし、アンダ製造機と一発逆転をしっかり確定ですと。いうところと、50までいくと練習効果22、技術ボーナス12もニョギニョギっと入ってくる感じなので、まあ、技術はかなり入ってくるし、得意練習率アップもあって、試合経験点 20% も経験点を押し上げてくれる要因かなという感じです。で、マンボウ、アツモリですね。マンボウ、アツモリに関しても、アンダ製造機枠で、前回活躍していたキャラクターですね。50になると、12、ニョキニョキ生えてくるテーブルで、まあ、ものしげと一緒ですね。そういう意味では。で、まあ、試合経験点とかはやっぱ1段落ちるんですけど、まあ、ここも使っていきやすいキャラクターになってるかなって感じです。マイベですと。いう話で、次が、まあ、特殊な条件、まあ、特殊な、こう、効果を、デッキにもたらしてくれるようなキャラクターたちですね。沢渡、シュバリエ、そしてかぐや、レイリー、煉獄さんということで、高校固有キャラクター、プラス、あとは練習改革系ですね、入れていたりします。はい。で、沢渡町、ボーナステーブル、やる気150、そしてスペシャルタック150というところで、まあ、めちゃくちゃタック強いです。で、打撃走塁になって、しかも固有キャラなので、まあ、文句なしに使っていきやすいキャラクターになってます。で、シュバリエに関しては、まあ、僕個人としては使ってないです。ただまあ、スペックとしては強いというところで、初強化が固有で上がるのが、固有というか潜在能力で上がるのがめちゃくちゃ強くて、プラス練習効果も、潜在能力でついてきて、タックも 120% 得意練習率アップもしっかりやってって、固有でもね、練習効果あってっていうところで。で、また、筋力と肩練習2周になってっていうところなので、まあ、キャッチャー育成ではね、9回の取れるのもあって、めちゃくちゃ使いたいって感じです。そして、かぐやですね。で、かぐやに関しては、まあ、ちょっと今回は練習改革というか、まあ、その、友情特殊能力ですね。これがね、かなりレベルをかさ増ししにくい感じになっているので、ワンバーバサスワンをずっとやることもあってね。なので、まあ、絶対必須ってわけではないですけど、やっぱり組み込みたい一人かなっていう感じになってます。で、スペシャルタック120、そして筋力と精神ボーナー。で、やはり練習改革総理、この辺が強いというところと、まあ、査定値はね、やっぱ情熱への上り流、そして友情特殊能力なので、まあ、文句ないっていう感じです。何かのね、こう、チームメイトの評価をバーッと上げてくれるイベントをデッキにいっぱい編成していて、かつね、2、3回踏めるような状況であれば、普通に強いかなって感じですかね。はい。で、次、レイリーですね。まあ、前で使ってもいいし、サポート枠で使っても、普通に輝くようなキャラクターになってます。で、タックは 65% で、最近のキャラクターに比べるとね、控えめではあるんですけど、まあ、ここに関しては、そういう役割ではないので、普通に走塁練習改革と、あとは、新眼とオーバンクルアセ確定なのも強いと思います。まあ、オーバンクルアセに関しては、やっぱ、ここ入ってくると、KR 使いにくくなるので、その辺がどうかなっていうところで、サポート枠で使われることが多いかなって感じですね。そして、煉獄さんですね。まあ、前回使われてました、9回の頭脳と精神的支柱取れますと。で、煉獄さんに関しては、やる気100、精神20。で、タックに関してはね、そんな高くないんですよね。50% かな。っていう形ですが、まあ普通に先ほどとレリーと同じような枠になっているので、まあそのまま使えば強いと。自己紹介回復なのも非常にありがたいです。で、次は、まあ強キャラですね。普通に使っていけば、もう点数を押し上げてくれるようなキャラクターたちになってます。で、まずはガチャも復刻してきているイチロー選手ですね。まあ、タック 120%。
技術、精神ボーナー、スペシャルアタックこっちでも入ってきてっていうところと、ミート、総力の上限4ということでね。で、イベントもね、すべて優秀っていう形になっているので、まあ、外す理由があまりないという感じですね。まあ、精神能力 S5 で高すぎて、なかなか1位になれないっていうところぐらいがデメリットで、他はね、もうメリットだらけなので、持ってれば入れていいんじゃないかなって感じです。次に、石沢演武ですね。ここでバランス非常にいいんですよね。練習効果30の技術10、精神8。で、固有でもスペシャルタック、特練習率アップも入ってきて、総力補給上限4という感じです。で、打装になってマイベーなので非常に使いやすいし、挑発と総力バーストっていうね、交差点の金属持ってるのもポイント高いかなっていう感じです。そして次、野球マスクですね。野球マスクも非常に強いです。まあ、筋力と、あとは打撃練習になるっていうところもそうですし、練習効果30、スペシャルアタック90、技術、そしてイベント発生率アップですね。ここも今回招き猫をけじって他のアイテムを持ち込むっていう対応もありかなっていうデッキですね。この辺を使っていくのは。はい。そして、ソドリーですね。ソドリーは別バージョンの方がいいかもしれません。というのも、コントロールは、闘争だと打撃に変化されるので、通常バージョンだと打撃だけっていう感じになりますね。まあ、違いとしては、やっぱりその骨入れが高くてもしょうがないっちゃしょうがない高校ではあるので、まあ、それをどう考えていくかっていうところですね。ただまあ、練習効果欲しいけどさ、多分まあ、得意練習増えた方が強いかなっていうふうに思うので、まあ、別バージョンのソードリー入れた方がいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。そして、炭治郎ですね。炭治郎も前回の強化で猛威を振るってました。練習効果30、スペシャルアタック90、得意練習率アップ、そして筋力の固有もついてますと。いうところと、気役エットと上り流確定で取れますと。いうことでね。まあ、今、鬼滅ね、刀中地の里やってますけど、僕もめっちゃ見てますけど、まあ普通に強いキャラクターのみ使っていきたいところですね。はい。で、次が、まあ同じような、こう役割。まあ入れたら結構強いですよっていう形のキャラクターたちですね。で、まずは、深海ですね。で、深海と、あとは、まあセットにしてるんですけど、次の、カンパチですね。まあ一緒にアーチストを取っていくような新アーチ構成ですね。で、まあ、筋力と走塁練習になるっていうのと、イベントもそこそこっていうところ、練習効果 20% 筋力ニョキニョキテーブルっていう感じです。まあ、この辺と、あとは体力回復が鬼ほど来る、カンパチ、このあたりを使っていくのは非常に、こう、体力維持の観点から見てもいいんじゃないのかなって個人的には思ってます。スペシャルアタックも、まあ、こっちのバージョンであればそこそこ 90% あるんで、まあいいかなっていうところ。あとは、タックが強い系で言えば、全財とかですね、打撃走塁になってっていうところで、まあ、ここも前回の強化で輝いていたキャラクターです。スペシャルタック 80% プラス、ここで40で120乗ってるっていう感じですね。で、固有でも得意練習率アップ、練習効果などもあって強いですと。で、あとは、イタドリとかね、この辺も強いですね。スペシャルタックと、あとは、体力の最大値を上げてくれるっていうところもある。そして、走塁型。で、査定も、恐怖の魔竜のことを、上り竜で取れてっていうところ。あとは、サード育成限定にはなりますけど、やっぱり、イノスケは、とんでもない性能を秘めているなっていう感じはしています。思考の三塁手、恐怖の満塁男。そして、タックも、試合経験で 10%、特例手率アップ20%で、90%、そして120になるのかな ?50 だと。まあ、そういうところもあって、非常に使いやすいキャラクターですと。いうことで、まあ、本当にいろんなキャラクターが使えるので、ここで紹介したキャラクターだけじゃなくてね、選手キャラ使っていけると思います。はい。そして最後に、まあ、彼女をさらっと紹介していきます。まあ、彼女に関しては、正す使うか、自動デート彼女使うかぐらいの、線引きでいいかなっていうふうに思ってます。誰がどれっていうのは上限見たりとか、あとは、まあ、前イベ、後イベ、この前後見たりとかでいいかなっていうところなので、まあ、本当にその辺は、皆さんのデッキ次第で並べていただければいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。ということでね、代用キャラクター含めね、こういう形で、まあ、本当に選択肢広いので、まあ、いろんなデッキを組みながら楽しんでいければいいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。